では今冒頭であったようなちょっと複雑なフレーズ、こちらはですね、僕の大好きなクリス・コールマンのソアという曲に出てくる、ワンフレーズなんですが、これを僕は必死に練習した時期があって、未だにちょっと怪しい、できるかできないか怪しいけど、これを練習したことでかなり自分の中でレベルアップができたっていうフレーズをご紹介します。これすごく変わっているのは、一小節ごとで同じフレーズリズムパターンないですね。ただ全体を通してグルーヴで感じるとこういう感じになるんですが、まあ、冒頭であったのはあの感じのこうグルーヴリズムになって、でこれをもう4バース、8バースとかこう繰り返すんですけども、何一つとしてこう同じものがない、若干似ているんですけども、まあ、そのこうグルーヴを感じ取れればいいかなと思います。で、今回ご紹介するのはもうかなり難しいので、4小節だけこういうパターンですね。まず左足は初のオープンクローズを繰り返します。で、これをやりながら今のグルーヴをやるっていうので、非常にそこら辺が苦労する点だと思います。こう、かかとで初をオープンで鳴らすんですね。基本これです。左足はこれで、そして右手がライドをカップとこう同時にここを使い分けます。そして左足はゴーストノートとアクセントでキックですね。こうゆっくりやってみましょう。という感じになるんですけども、まあ、非常にこのテンポでもかなり難しくて、こう楽譜を実際見ながらじゃないとこう演奏できない
感じでなんですけども、まあなんとかここまでこう一定のリズムを保てるまでやって、で体に染み付けさせる、体にが覚えるとこれをどんどんあとは速くするだけなんですね。でこれをやるともちろん、左足のこのフットワークも上手くなるし、これが完全に 4way コーディネーションになるんですね。 4way インディペンデンス、こうベースキックとタッツと左手右手をそれぞれ独立させる、全然違うリズムで叩いてやると。で実際のテンポだとこういう感じになるんですけども、これぐらいの速さまでできるようになったらもう全然いいと思いますので、皆さんもですね、ぜひこちらチャレンジしてみてください。こうできるようになれば必ずこう今までの自分と比べて非常にレベルスキルアップしたっていう実感が持てるので、ぜひチャレンジしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。